ロですね。さっきはね、あの人狼配信があったんですけど、寝るとかやった。ちょっとごめん、こんな夜遅くて。明日初めてビツミ行きます。あ、待ってますね。明日は昼公演だけなのでお待ちしております。そう、人狼やって。そう、人狼配信があったんですけど、いやー、なんかうまいこといきましたね今日。そう、でも狂人ってカミングアウトするんやね。分かんなかった。なんか役職急に村やったんで、結構役職持ちやったんですけど、私1回目が何だったんっけ。霊媒師か。霊媒師で、そう、なんか4回戦目ぐらいが、3回戦目 ?4 回戦目 ?3 回目ぐらいがなんか狂人。なんかめっちゃうまいことあってびっくりした。めっちゃびっくりしたんやけど、狂人で仕切ってた時楽しかったでしょ。いやマジで こんな残れると思わんかったと思って。なんか私がほんまに占い師やとしても、こんな3週目まで残ることないやろって思いながらやってた。無理じゃない。だって占い師ってすぐさ、騎士が倒されてさ、占い師すぐ、騎士に1回目は守ってもらえるけど、2回目はあのもう無理やから倒されるけど、なんか分からんけど奇跡的に嘘で占い師って言ってて、もう絶対釣られるやろうなって思いながらやってても、なんか釣られんかったから、もうなんかうまくいきましたね。狂人もなんか自分は占い師やと思っていこうって思って、絶対対抗出るやろうなって、占い師って本物の占い師名乗り出るやろうなって思ったら、なんか名乗りで終わったから、あ、じゃあ自分占い師の手で行っていいってことって思って、全然めっちゃ探り探りやったんですけど、なんか勝てました。なんかラッキーでしたね。まあでも楽しい、見てて楽しかったんじゃないでしょうか。そう、でも人狼ね、ありがとうございます。そう、私の新たな特技が裏ナンバちゃんで。そう、マイさん的確に通用してた。あ、え、やばい、全然覚えてない、ごめんなさい。なんかそうだったような気がする。めっちゃなんか、でもめっちゃ頭使った、こう待ってる間に、なんかで、あの2回戦目の坂田が人狼だった時に、こう待ってる時になんかこう考えて、ね、あれもしかして舞さんがほんまの占い師で、坂田嘘じゃないって、だって人狼って誰のことしろって言ってもいけるから信じれるくないって思って、え、っていうことは私次釣られそうじゃねって、坂田に釣られるんじゃねって思いながら、で釣られなかったらもう騎士の人を名乗り上げさせて、役職もちょっとそうじゃない人はっきりさせて、ちょっと坂田怪しいからちょっと言おうって思ってたんですけど、釣られちゃったから言えなかったんですけど、だからマジで美咲さん頼むって思いながらこう見てて、でリサとかとこうゆかとかと見てて、あ、めっちゃなんか頑張れって言ってました。で、そう、人狼で狂人が一番難しいけど、なんかうまくハマりましたね。マイさんの鼻ワイプ、こっちワイプ全然見れてないからあれなんですけど、マイさん嘘ついてる時ちゃんと鼻動いてました。あ、裏ナンバちゃん見た。あ、ありがとうございます。あの土鍋の白米食べました。ご飯もご飯食べてます。食べすぎやんな。こんばんは。むずかったな。でもそう、人狼来るかなって思ったけど、多分なんか人狼だったらあんまあれなんだよね。昔なんかあの緊急事態宣言とか外出れない時期あったじゃないですか。なんかあの時に私学校とかもなかったから、あのみんなでマジでずっとなんか友達と
なんかめっちゃずっと人狼なんかめっちゃ大人数でずっと人狼やるっていうムーブがあったんですけど、その時にめっちゃ鍛えられたのが、まさかここで発揮できるなんてって思いながら、わーおーってそう、最初にシンシンさんしろって言ったのがファインプレー。そうだって絶対なんか誰のことしろって言ってもどっちにしろ有利やし、でもシンシンさんはまあまあしろやろって思って言ってたんですけど、あ、なんかはね、なんか進んでいくにつれてえって思って、最初はアーノンさんが人狼かなって思ったけど、狂人ってちょ、これはあれなんですけど、コツじゃないんですけど、気づいたんですけど、人狼にしろ狂人にしろ嘘ついて、占い師って嘘ついてる時に誰のことしろって言ってもみんな得やから、とりあえず誰かのことしろって言っといたらいけるんですよ多分。で、私はたまたまシンシンさんのことをしろって言ってたのがちょっとラッキーやったんかも。そうだって人狼側もシロって言われたら、いやそれは自分シロがいいから、あ、証明されたってなってラッキーってなるし、ほんまにシロやったら、うん、私ほんまにシロ占い師、あ、ほんまに占い師やなってわかるし、ウィンウィンなんですよねっていうのに途中で気づいて、あ、そういう、そうだからどっちにしろ嘘でも占い師のふりして巨人って来たから、じゃあ占い師のふりしてとりあえずしろって言っとこうって思って言ってたんですよ。そう、とりあえずだからその敵サイドに来たら、で占い師で嘘つきたいってなったら、とりあえず嘘ついても、まあ、いけるっちゃいけるっていうのが分かった。そう、途中で気づいた、坂田に釣られるなって気づいた時に急になんか気づいた覚醒しためっちゃ、でもなんかラッキーやったかも、うん。特に言いたいことなんですけど、眉めっちゃ動かす、あ、え、でも眉毛めっちゃ動くかもしれん、え、わかんない、こうやってやってんのかなやってんのかな、てか結構なんか目ひんむいたりするから嘘の才能ある、嬉しくない嘘つきに言われるのは嬉しくないでもなんか狂人はマジで難しかった、めっちゃ難かった、ほんまにめっちゃむずいめっちゃむずいから、1回目は自分のこと占い師っていう体で言ってハマったから、2回目でも来ると思わなくって、え、また狂人やんって思って、もうどうしようって思ったから、もう次は村人の体で行ったらなんか奇跡的に行けました。むずいですね。そうだから、リササンタも名探偵やったし、いや、リササンタもうまいな、なんかまたあれでやりたいな、なんか8期とかは前全員でできてなかったから、多分年少組がいなかったから、8期もやりたいし B2 面でもやりたいですね。めっちゃ村目で怖かった、いや、もうめっちゃ村目で行くしかないと思ったのも、もう狂人マジでむずい。そうだからケイトさんとかめっちゃ残ってんのすごって思いながら見てた、ほんまに普通の村人やったから、そう、もう嘘ね、そう、人狼は、でも人狼も本当のこと言ってたリサヒと彩香久しぶりに揃った、それな、久しぶりに揃った、かわいい、リサヒかわいかった、しかもミヒボーが誕生日プレゼントをくれました、キャーかわいい、坂田さんの眼鏡何やったん言ってあげてください表情をごまかすためにって言ってたけどでも2回目めっちゃうまかった坂田、まあ1回でこうめっちゃ習得してうまいな、ミヒボーかわいかった、めっちゃミヒボーがタンプレくれた、かわいすぎる、ミヒボー大好きね、またやりたいですね。あ、そう、ミカナさんとかもねおもろかった、めっちゃ、でもミカナさんなんか頭めっちゃいいじゃないですか、やからなんかどう来るかわからんなって思いながら見てたけど、
うわ騙されてたって思って、ほんまに彩香は最後霊媒師やと思ってたから迷ったけど、えでもあもうこれほんまやなって思ってたから、ふうやっぱ頭ええなって思いながら見てましたね。アーノンさんもね、アーノンさんマジでわからんって思って、いやなんか昨日のあの公演の時の MC で同期でご飯食べててもあんまり積極的に喋るタイプじゃないみたいな感じやったから、やからえもうなんかアーノンさんって普通に無口やからあんま喋ってないのかどっちなんやろうって思ってたけど、でもなんかアーノンさんもなんか私はあのずっとイヤホンと目してて全然もう情報がないのであれなんですけど、アーノンさんがすごかったみたいな、ね、聞いて、うんちょっと見たい、また見たいですね。えアーノンさん試合中にどんどん成長して悟空やばいかっこいいアーノンさん、えねなんかすごい作詞だったみたいな聞いて、そうなんや、シジグって企画やったんや、すごっそうなんや、もうやかみゆさん人狼かなってなんとなく思ってたけど、ほんまに普通に白で、あめっちゃごめんなさいって思ったなんかみゆさんかなって思ってたけど、自分は狂人やからみゆさんのことはあの投票せんとこうって思って、でもなみゆさんうちのっぽいなーって思ってたら、みゆさんほんまに普通の村人やったむずかった、またやりたいですね、ゲームメーカーだね。いやなんかでもこんなね、なんかこんなに、いやマジで、うん、あ昔鍛えてくれた友達に感謝ですね言っとくわ、あやばい、またこの時間が来ちゃったんで、うん、でもそう狂人はマジでむずい、普通にちょっとご飯炊けたんで、そのぼち炊けました。でも配信何分やってるのかちょっと分かんないんですけど、タイマーにしてたのが鳴っちゃった、恥ずかしい、いっぱい食べます。何個で今回は別に1食分なんで少ないです、 1.5 ぐらい、ね、彩香の別に恋人、そうなのこれね、なんかわかんないんですけどこうなるんです、何なんだほらおかわりしや、もうめっちゃ食べます、10分蒸らすと美味しくなる、いや私は炊きたてをすぐ混ぜるのが好きです、今から食べます、お腹空いた。でも今日はめちゃくちゃな生活してるからちょっとまだご飯をしっかり食べれてないので食べます今から、ということでランキングを読めます。13位ルートさんありがとうございます。12位佐藤くんさんありがとうございます。11位青青さんありがとうございます。10位長江さんありがとうございます。9位シロちゃんありがとうございます。8位なおゆきけんさんありがとうございます。9位ルートさん、あれあルートさんありがとうございます、気のせい。8位丸よいパパさんありがとうございます。7位ひよこさんありがとうございます。6位フレンドちゃんありがとうございます。5位ヤングさんありがとうございます。4位柳さんありがとうございます。3位トノピさんありがとうございます。2位ヒガナオさんありがとうございます。そして1位ギャオスケさんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今日はいっぱいご飯を食べて寝たいと思います。ということで皆さんありがとうございました。明日は僕の春公演の昼公演のみとなっていますね、なっています。で夜はあのキャプテンの小島かりんさんのソロコンサートが開催されるので、オンラインチケットもあるみたいなので皆さんぜひそちらも見てください楽しみですね。そう昼公演だけまたぜひ会いに来てください、昼公演。ということで皆さん今日はたくさん
ご飯食べて寝てください。まあね、日曜日もね楽しんでください。めっちゃ他人事。日曜日も楽しんでください。私は今からご飯食べます。そう、夜食食べてください。ということで、ありがとうございました。